これはロシアのウクライナ侵攻を支持しているハッカー集団キルネットが公開した日本政府に対する宣戦布告の動画。字幕もキルネットがつけたものです。Сегодня весь состав японского правительства должно обратить свое внимание на ситуацию в мире. Россия не совершает преступления на Украине. Россия защищает свой народ от европейских ценностей и опасной игры, которую придумала США. 違和感のある日本語字幕で、日本が反ロシアキャンペーンを行っていると批判。さらに、日本人は知っているが、いまだに反ロシアキャンペーンを行っている。私たちはロシア政府ではなく、もはや誰にも警告していません。日本国政府全体に宣戦布告。私たちはロシア人です。私たちはキルネットです。おとといから SNS 上で、日本のサイトなどにサイバー攻撃を行ったと主張する投稿を行っているキルネット。クレジットカード大手の JCB やニコニコ動画、名古屋港などのホームページが次々とダウンしています。昨日もこちら東京メトロのホームページなんですが、クリックしてみるとサーバーが大変混み合っておりますとのことで利用できません。東京メトロのホームページが一時つながりにくい状態に。地下鉄の運行に支障はありませんでしたが、こうした状況に日本政府は、ご指摘のハッカー集団の投稿については承知していますが、現在詳細を確認中であります。宣戦布告の動画を公開し、改めて日本政府への対決姿勢を鮮明にしたキルネット。一体どのような集団なのでしょうか。ロシアの情報機関、いくつかあるんですけれども、そういったところとの関係がある、一種のそのダミーといいますか、 もしくはそこが仕切ってやらせている可能性というのは、十分考えられるかなと思うんですね。ただまだ正体は不明です。日本を標的とした理由については、ロシアから見ればですよ、日本は急に裏切ったというような意識で、一つの牽制として、手を出してきたと。今回のようなケースはですね、ある種の嫌がらせですね、